炊飯器で一発、丸ごと新玉ねぎのポトフを作っていきます。新玉ねぎ2個の上下を落とし皮を剥きます。3合炊きの炊飯釜に水 300ml、 コンソメの素大さじ1を加え軽く溶かします。そこへ新玉ねぎ、ソーセージ1袋を加え通常炊飯します。あとは器に盛り付けて完成。